シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくの件はモンストニュース予想をやっていくってやつぜ。さあ、というわけで今回もモンストニュース予想をやっていくんだけど、ま、今結構魅力的なガチャがなんか同時にたくさん開催されてない？だからみんなほらオーブ使おうかオーブ温存しようか、ま、すごく迷ってると思うんだけど、明日のモンストニュース、ま、さらに迷わせる内容が発表されるかもしれないという状況なんだけど、ま、いつも通り去年を振り返りつつ傾向から明日のモンストニュースを予想していくぜ。オッケー、そんじゃあ早速やっていこう。というわけで去年の振り返りをやっていくぜ。去年の5月28日のモンストニュースは、事前に判明していた謎のキャラに注目が集まっていた。その謎のキャラというのはアミダで、モンスト公式の方でアニメーションが公開されていたんだよな。そこにいたのがアミダで、そのキャラクターがモンストの方に実装されるのか、実装される場合どのような形で実装されるのかという点で注目が集まっていたと。で、主な内容を見ていくんだけど、まあ、そのアミダは結局超獣神祭新限定として実装されたぜ。で、このアミダから、まあ、シリーズ化と言っていいのかわからないんだけど、まあ、シリーズ化されたのがこの超獣神祭新限定が追加されるたびに一緒に降臨する超究極シリーズで、アミダの時がこの絶望ピープル、まあ周回を前提としてないのだったから、まあ、そこまで激ムズではないんだけども、まあ適性持ってなかったり、油断したら普通に負けてしまうクエストだったよな。こいつ回復ないしな、ハートが。で、まあシリーズ化と言ったんだけど、この後ハレリアの時はグレンと暁で、今年の初めアルセーヌの時はジャスティス師匠になっているぜ。で、次オキテと構想のカルコサ。いや、これだよな、本当にこのガチャ、アザトース、めちゃくちゃ強いアザトースが実装されて、いや、もう1年経つのか、早いな。いや、みんなもうこのアザトース狙って引いたわけよ。で、このガチャアザトースだけではなくて、ニャルラとホテプもめちゃくちゃ強い。で、まあ、ヨグソトースはこの2人に、まあ、比べると活躍はそこまでしてないんだけど、もうスペック的には十分、まあ、強いし当たりだと思ってるぜ。で、このガチャなんと確定パックあったんだよな。で、この当時って確定パックがそんなに頻繁に行われていなくて、今年ってもうすでに4回ぐらいやってるな。まあ、そんなペースじゃなかったんだよな。で、この確定パックが実装された、まあ新イベントはめちゃくちゃ強いみたいな印象をさらに植え付けたのがこのアザトースなんだよな。で、この後ほらマルタにもあったよな。なんか去年ってほんと新イベントがめちゃくちゃ強い、もう強くなった、まあ、工場ガチャのモンスターがめちゃくちゃ強くなった年なのかなと。で、次が、チャチャ獣神化。このチャチャ、普通に強い。高難易度もいけるし、まあ、アリアとかが、14の5区とかもいけるし、まあ、ほら、実況者としては、ワンパンする時の、まあ、重要なお供として、まあ、連れていくこともあるから、まあ、個人的には好きな獣神化なんだけど、一体も持ってない。自分がいいと思った獣神化大体持ってない。で、次、まあ全体振り返ってみると、気合の入った超獣限定が特別な超究極とともに登場。まあ、神ガチャカルコサ、優秀な獣神化チャチャと、まあ、両ニュースだったのかなと個人的には思っているぜ。で、このニュースの振り返りから分かる通りに、まあ、今回みんなが気になっているのは超獣神限定について。これだよな、去年のこの時期に超獣神祭に新限定アミダが追加された。まあ、今年はどうなるのか気になるとこなんだけど、まあ、これ見て、怪しいスケジュール。5月30日の21時以降が空いている。ほら、空いてんのよ、これ。ちょっと、わかりづらいんだけど。おい、ちょっと待って、これ。チュパカブラ。おい。おい。まあ、このサブ全然やってないから、いつもスケジュール使えると思ったら、この前気まぐれで俺チュパカブラ集めたんだった。いや、これ恥ずかしい、これ。まあ、ちょっとこれ気にしないで。まあ、こんな感じで空いてんのよ。まあ、こんな感じで5月30日の21時以降が空いていると。で、この日、モンストの日だから、はじめ、超究極の新シリーズが追加されるのかなと思ったんだけど、さすがにシンベリアルから、全然日数経ってないから、それは早すぎるということで、まあ、このタイミング的にも、超獣系の超究極の可能性が高いのかなと、まあ、ジャスティスや絶望ピープルと同じような、似たような感じになっているから、まあ、可能性高いのかなと思うんだけど、まあ、さらにそれから、まあ、限定追加の可能性がさらに濃厚になったのかなと思うぜ。
新限定が追加される可能性があるのであれば、属性はどうなるのかっていうのは気になるとこだよな。だから今回は属性別で超獣神祭限定モンスターを並べてみたぜ。これ見てもらったらすぐわかるんだけど、火属性が1体で、火属性が0体。このパワー！あっ！申し訳ねえ。ちょっと本当に申し訳ねえ。一体いたわ。ごめん。めちゃくちゃ強いやつ忘れてた、これ。ほんと申し訳ねえ。で、火属性と木属性が一体ずつということで、これから分かる通りに追加の可能性が高いのは、火属性か木属性なのかなというふうになってんだけど、まあ、調べていくうちに、ちょっと思ったのが、まあ、こんな感じで、さっき言った、超獣神祭に新限定が追加されるたびに、ある超究極シリーズを見ていくと、水属性のクエストがないのよ。水属性のクエストがないということは、水属性のクエストが実装されそうなので、適正となりうる、木属性の追加が怪しいのかな、ということで、やっぱ木属性の限定モンスターが来る。まあ、さっきも見てもらったんだけど、まあこの属性別超獣神祭限定モンスターで、これほら、なんて言うんだろう、木属性って存在感が半端ないんだよな。アルセーヌもすごいんだけど、やっぱり木属性の存在感がでかすぎるから、ここに入っていかれたらもうパワーバランス崩れるんだよな。うん、だからちょっとよ、どうなるのかかなり注目だよな、本当に。うん、で、今新限定ばっかりに触れているけども、タイミング的には新イベントの発表があるんだよな。で、去年と同じように強キャラが追加される可能性も十分あるので気をつけようというとこなんだけど、まあ、かなり予想難しいんだよな。最近確定パック乱発していると。だから今回も確定パックがある可能性があるんだけど、なんか確定パック、まあ昔は強い新イベントに、まあ、実装されがちだったんだけど、最近乱発してるということで、まあ、そこまでな新イベントにも入ってくる可能性があると。だから次、本当に、まあ、比較的そこまで強くない新イベントの可能性もあるし、めちゃくちゃ強いやつが、まあ、去年と同様に来る可能性も十分あるということで、予想難しい。まあどちらにせよ、今魅力的なガチャが開催されていて、まあ、今後も新限定がめちゃくちゃ強い可能性もあると。で、新イベントも強い可能性も十分あるから、オーブの使用は慎重に、といった感じだぜ。まあ、でも、超獣神祭って、新限定がどうであれ、まあ、そこまで弱くないんだったら、アルセーヌも狙えるチャンスだから、引いてもいいんだけど、あー、でも、まだ、残りの奴ら怖いか。あー、怖いな。ちょっと。だから、もう本当に言うと、明日のモンストニュースは、まあ、かなり、そこら辺が重要なのかな、というふうに思っているぜ。オッケー。今回の獣神化はこいつだ。というわけで、今回の獣神化は超なんか馬いるから、まあ流行に乗って獣神化。オッケー。このパワー、いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き入って仕方ねえ。